ハチハチ高村くんが連れて行きましたよ。最後のロードワークに行ってくるって。え、あの人熊よけの鈴持ってないんじゃ。そっか。でもまあそう簡単に熊になんて出会わないだろうから。出会ってしまった。てめえ、飼い主にどんな教育受けてやがんだ。畜生、逃げられる状況じゃねえ。取るべき道はただ一つ、やるしかねえ。でけえ、投げ足には無理だ。やはり打撃系で。来た、早い。なんて破壊力だ。なんて力だ。俺様が子供扱い。しかもあの連続攻撃、間合いが全くわからねえ。いや、泣き言言ってる暇はねえ。やらなきゃやられちまう。ガラキ、くらえ。どうだ。何？うわ！右が、俺様のベストショットが通用しないなんて。勝ち目がない。俺が甘かった。熊に勝とうなんざ思い上がってたぜ。嫌だ、こんなところでくたばってたまるか。あいつらが待ってるんだ。オールの大観衆が俺様を待ってるんだ。どうだ、カウンターで入ったぜ。ダメか。来た、そこが弱点か。一か八かだ。やった、やった、いやー、やったぞ。どうだ、見たか。え、まだ息があんのか、こねら。カラッカラッカラッ、うるせえぞ、あそこ。え、だからなんだってんだよ。こっちだって死ぬ思いさせられてんだ。情けなんざかけるかよ。行くぞ、ハチ。本当だっつってんだろ。命がけで熊を KO したんだよ。そう言われてもですね。ふん、大方命からがら逃げてきたんじゃろ。そんなことねえ、ちゃんと証人が。ふん、くそ、試合だというのに傷だらけになりよって、どうするつもりじゃ。試合はやるよ。たかが皮裂けて肉えぐられて出血多量なだけじゃねえか。プロの自覚がないっつうとんじゃ。命がけだったんだぞ、この野郎。あ、血が少ねえ、めまいか。玄ちゃん、そのくらいで勘弁してやるだに。合宿最後の夜、ちょうど高村のリクエストができただに。リクエスト？熊鍋だに。すごい、東京じゃ食えないよな。うまそうだぜ。気が利くじゃねえか、ねえか。肉食って血補給しなきゃいけねえからな。いただきます。結構こってりしてますね。独特の臭みあるけど、いけるな。味なんざどうだっていいんだよ。肉が新鮮だから栄養たっぷりだに。新鮮？さっきまで生きてたのか、これ。
いつの間に撮ったんですか？いやいや、全くの偶然だったんだに。裏山さ登ったらなぜか瀕死のクマがいたんだに。チャンスと思ったに。目の前に踊り出てズドンだに。一発で仕留めたんですか？すげえ。いやー、見たかったですね。そのクマ、額に怪我してなかったか？さあ、してたような、してなかったような。もしかしてそばに子グマが2頭いなかったか？はて、子グマに？そういえばいただに、銃声で逃げていったのが確か2頭。バカ野郎、せっかく助けたのになんてことしやがる。子グマはどうなるんだよ。なに、お前が食べたいと言うから取ってきたんだに。くっ、チキショウ、こんな姿になっちまって。こんなことになるなら俺がとどめさしとけよかったよ。なんか本当みたいですよ。この人マジでクマ倒したのか？何がクマの目だ。泣いてますよ。信じられねえ、動物好きだったのか。どうした、食わねえのか？ほら食うぞ。こうなったら残さず食うのが最高の弔いだ。てめえらもありがとういただけ。チキシヤ、チキシヤ、チキシヤ。